作戦の詳細を伝える。すでに敵は何体かに分散し、基地を包囲するように展開している。ファントムスイープ隊の任務は前線基地の防衛にある。基地内部への敵の侵入を阻止せよ。早々休む暇もなくドンパしてまく。まさかこうなるとは。どうしたシェリー、飯も食わずに出されてご機嫌斜めか。よく喋る人だと思っていただけです。お、そりゃどうも。敵機に集中しろ。歯ごたえのない。ま、これも腕の差ってやつか。その軽率な発言が敵を呼びます。なんだ、何にやられた。敵はどこにいる。ああ、おいおい、まさか本当に新手かよ。
だ。あれは鹵獲者試験機体。試験機体、それは今の調査。レーダーにノイズが。だったら俺が見てきてやりますよ。待って、危険です。後を追うぞ。なんだこの凍結機は。早い。なんなんだよ。あ、呼吸を優先させろ。了解しました。呼吸が完了した。また暴れてやりますよ。敵機を排除した後、速やかに補給に入れ。補給が済み次第任務に復帰しろ。こいつは少々もらいすぎたかもな。さすがにまずい。もう限界だ。一旦後ろに下がらせてもらう。補給が完了。モビルスーツイフリートと判明。機動性に優れた機体だ。注意しろ。まだ生きてる。敵の攻撃。隊長のおかげですよ。イブキ、立て直して敵機の攻撃に備えろ。了解した。もう限界だ。一旦後ろに下がらせてもらう。行きません。敵が何であれ強気に攻める。そこだ。ゲリラ突
動部隊にあの機体をやれる奴がいるのか。補給を優先させろ。了解しました。補給を優先させろ。ユーリーと乗っているのは誰。この機動性は脅威だ。補給中を狙われると面倒だ。例の試験機体が敵に奪われただろ。攻撃を集中させろ。やってやるぜ。防戦中の敵はオデッサ基地奪還の際に捕獲したもののようだ。それがなんで敵に奪われてる。敵のスパイが軍内部にいる可能性がより高くなる。冷静に分析してる場合ですない。疲労試験も3日前に始まった。その情報を事前にあればミスにすべきだ。したったが危険を知るのはいつもその危険に直面した時なんだよ。隊長、何か手立ては。あれが隊長機か。なかなかやるな。だが動きを捉えてみせる。敵の動きに惑わされる。私たちの戦いを貫き通してはいない。あのおかしな機体もそうだが、この連中統制が取れてやがる。今までの敵とは違う。こういう分かってる連中は手強いぞ。けど私たちも3機です。攻撃の手が鈍くなった。気づいてくれ。クソ、当たらねえぞ。厄介だ。まさかレーダーに映らないとは。ヒュー注意。はい、何でありましょうか。二度と勝手な真似はするな。勝手とは。部下に死なれるのはもうたくさんだ。よく言うぜ。今の戦闘一番ヤバいとこにいたのはあんたの方だろ。さよなら。俺たちも戻るぞ、シェリー。了解。